皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではトライクに関するお役に立つ情報をお届けしますので、最後までお付き合いください。今回はトライク 250cc の年間に及ぶ維持費用を算出してみた結果として、どのぐらいになったのかお伝えしようと思います。今年で僕のトライクも4年目に入りますが、トライクに興味を持たれて購入しようと考えている方は、年間の維持費はどれくらいかかるか気になりますよね。ここはそれぞれの車両に違いがあると思っているので、あくまでも 100% このお金がかかるんだよというのじゃなく、僕の 250cc を基準として耳を傾けてもらえればと思います。最後に年間の維持費の合計金額の方もお伝えします。まず 250cc クラスは速車付き軽二輪に分類されるので、 250cc 以下のバイクと同じ維持費になります。具体的には 250cc 以下速車付き軽二輪の維持費は、自動車税が年3600円、重量税が4900円、初回登録時のみ車検は不要です。自賠責保険は12ヶ月で7540円、令和3年4月改定となっています。僕の場合は5年分自賠責を払っているので、16220円を5で割ると1年が3244円で済む計算ですね。あとかかるのが任意保険ですね。保険の内容自体はそれぞれの保証内容で異なりますが、僕の場合1年で45960円です。次にメンテナンスですが、 250cc 以下は車検がない分、ユーザー自身がきちんと点検整備を行わなくてはなりません。僕で言うと自分でオイル交換したので、オイル代4リッター缶2400円で購入しているので、オイル交換に使用したオイルが 0.7 リッター使用したので420円の計算です。それ以外にかかってくるのがやっぱりガソリン代ですね。僕の場合は通勤では使ってないので、年の走行距離は800キロでした。かなり少ない方ですよね。ガソリン代は4973円でした。以上がこれが僕の年間でかかる金額です。全部を合計すると58197円です。これに購入時初回登録時のみの重量税4900円を足したら63097円という合計金額です。例えばこの金額に他かかるとすれば、僕の場合は持ち家になるので駐車場代は0円になります。賃貸の方だとアパートの駐車場とかで差はありますが、目安で月額3000円くらいでしょうか。もしアパートの駐車場が止められないとかであれば、月決めの月額駐車場代がプラスするという感じです。あくまでも車両の乗り方や乗る頻度によって変わってきますので、今回は部品代などを省いて最低限かかる費用だけでお伝えさせていただきました。トライクに興味を持たれて購入しようと考えている方は、目安として参考にしてくださいね。車種に限らず年間でこれだけかかってますよとかありましたら、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。皆さんどうだったでしょうか。今回はトライク 250cc の年間に及ぶ維持費用を算出してみた結果として、どれくらいになったのかについてお伝えしました。それでは皆さん、楽しいトライクやバイクライフを楽しんでください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。